えー、実はいろんなものというのは形のの工夫の仕方によって性能がガラッと変わります何かの形をどう作っていけばどう性能が変わるかそういうものを何とかコンピューターで出せないか一瞬にし出せないかという研究が主なテーマです,です、えー、一番最初は私の、まあ、京都大学の修士出身なんですが、まあ、学部と修士なんですがその時に「最適設計」という当時の研究室で、えー、知りまして。 それを知りたいといととうことで実は博士ににには行かずに、えー、企業に入りましてでその後、えー、会社の中で、まあ、自動車関係の会社に入ったんですがその中でいろいろ見ました。でさよなことに私、えー、企業派遣で海外のミシガン大学というところに参りましてでその時に出会ったのがそのトポロジー最適化という技術でした。 で当時世界のトップを行ってたそこで全く新しい最適設計の概念を学びましてこれは面白いとミシガン大学というのはもうデッあのミシガン州いわゆる自動車産業のメッカーにありますのでいわゆる設計製造に関する研究非常に強い特に設計ですね。でそこの私のアドバイザーがやっぱり最適設計計算力学の専門家でしたので、まあ、そこで、まあ、当時の世界最先端を学んでこれたというのは大きかったですね。 当時私1995年から7年ぐらいいた時にま,あえまだ構造の問題しかできなかったのはどん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 広がりましてまあ,あらゆる分野え例えば熱流体電磁波電磁気いろんなものにそういうものが適用される時代になってきてましてえ最後にはもうミクロ構造という非常に小さいナノとかそういうところまでそういう適用範囲が広がってます。 一番あの私たちが重点を置いて研究室でやってるのはいわゆる、ま、ミクロマクロの最適設計というのでいわゆる機械構造というよりも電磁波デバイスとデバイスですね音響デバイスとよく言われるメタマテリアルというです、ね、自然界にないような性能を持つ構造を設計してやろうと地球上に存在する材料の形を工夫してやってある特定の条件でとっても不思議な 性質と示すと、えー、負のポアソン比を持っているものポア比というのは例えばこう構造したら普通はこうになりますねギュッとしたこうこうしたこうチームあるいは熱を加えると収縮する負の屈折率を持つ材料でそういうものを作ってやって誰かが大,大金持ちにならないかなと地域が <laughs> 地域産業を起こしたいと。 そういういい研究を今重点を置いてやっもともとの発端となりました構造問題いわゆる自動車とか建築とか造船飛行機に関してはもう実用段階に入ってもう汎用ソフトも出て世界中の企業が使ってますただし我々は研究としてやってるのは先ほど申しました電磁波とかあとメタマテリアルとか今までにないことに重点を置いてますねそういう意味ではまだまだ研究段階です。 でこれからそれをやっていくことでまな、あ、んとか社会に還元できてあっというような製品ができるとかもうこれはたまげたなというものが出たら面白いなと常々思ってますあのデザインというのはやはり多方面いろんな意味の要因を考える必要がありますもともと私が始めたのはいわゆる要素技術に近いものなんですがやはり社会に還元するような 産業をとの連携を考えるといろんな分野の人たちが集まっていろんな思考をする必要がありますそういう意味でこのデザイン学のユニットは大変有意義なものではないかと思っていますすごいなこんなんやってみたら楽しいなあと思えたら勝ちかと思いますし逆に我々が学生をそういうふうに持ち込んだら勝ちかと思ってますとにかくそうさせることが私たちの仕事かと思ってますこれから博士の学生が出てきますのでそういう時にはいろんな あ専門分野の先生方の話を聞くと、まあ、力学だけに合ったデザインがまた変わるかもしれませんしかよく言われてるの感性とかですねそういうものが入ってくると面白いなと思ってます。で今の日本の産業の中でそういうのがなくてもう管理管理定量的評価もうどこまで進捗なんやなもう細かい話ばっかりじゃないですかこ <laughs> のデザイン学を通じてそんなことじゃねえぞとイノベーションというのは。 あと驚くようなことをみんなでやってやろうかと。か先生のモチベーションの中にそびっくりさせてやりたいというのがあそうです。かあるんですか。はい、すはい。すごいなと思わせた価値かと。<laughs> それはそういう先生そう思いっていうのも子供の幼少の時からそういうなんかあったんですか、ね、ありますね。お調子者ですんで。よ <laughs> <本>。<laughs>